美文字をご覧の皆様、こんにちは。ザンペイです、舞台リアル RPG ステージエターナルズ公演に燃える正義とのコラボでゲーム内の僕たちのアイテムが出たりするということでですね、今日は改めてキャストの、メンバーと話ができたらなというふうに思っております。ちょっとね、せっかくなので全員あの役名とあの自己紹介をお願いしたいと思います。じゃあ、はい、ガッパ役のリュウです。お願いします。はい、オズバルト役の後藤拓馬です。お願いします。はい、イクラス役の山本翔吾です。お願いします。はい、マティアス役の浦川です。よろしくお願いします。はい、本人役の竹下一平です。はい、キャメラ役のジンです。メロンメロンナスありがとうございます。クロエ役の長谷川誠です。ジン役の鈴木太平です。メロンメロン、なんでレンブラント役のリクです。よろしくお願いします。メロンリーフェン役のジョレッチです。お願いします。ルーク役のユアショウダ。おお、役に入ってる。メロンメロン。ということでですね、もう稽古もですね、あのいよいよ大詰めだよと、はい、これから衣装付きの投資やるよっていう直前に、ね、この映像を撮っているわけなんですが、はい、どうですか皆さん、あの昨日までずっとライブしてて全然稽古できてなかったんですけどどうですか。でも染みついてるよね結構ね。意外とね、受けてなかった。はい。特にここからで舞台にも専念できるんで。はいはい。だって言ってたもんね。ああ、もう何も考えずに稽古に集中できるっていいなって言って。ということでですね、舞台の稽古の中でゲームをやってると面白いよって部分はあるかなって思うんですけど。しゅうさん、はい、アンバサダーとして。承知いたしました。はい、もう最初にあの台本をもらった時から、あ、これ見たことあるなっていう名前であったり、すごくあの場所のマップがたくさんあるんですけど、うん、そのマップの名前であったり、あとアイテムもあの自分がゲーム内で使ったことあるようなアイテムがたくさん出てきてましたし、あとキャラクターも実際に出てきてる、人たちがたくさん出てきてますので、ぜひゲームをやっていただいてたら、この舞台がさらに面白くなるのかなと思います。まあ、そのゲーム内に出てくるキャラクターがこう現実世界に出現するとどういう姿になっちゃうんだと感もね、想像するのも面白いかと思いますので、ぜひ皆さん楽しんでいただけたらなと。いうふうに思っております。ゲームに負けない舞台を僕らで作り上げて皆さんお届けしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。よろしくお願いします。お願いします。以上、ランペイでした。